ファン歓喜。ナンバーアンダーラインアイが音楽界を制覇するまでの壮絶な裏話。ナンバーアンダーラインアイの旋風、ステーションヘッドで世界1位の理由を暴露。ステーションヘッドの週刊リーダーボードでナンバーアンダーラインアイが世界トレンド1位を獲得したというニュースは、ファンにとってまさに喜びの瞬間でした。音楽の力は驚異的で、私たちの心を揺さぶり、感動を与えるだけでなく、 私たちを結びつける力も持っています。そして、その力を最大限に発揮しているのが、今回の主役であるナンバーンダーラインア I です。このニュースを聞いて、私は改めて音楽の持つ力について考えさせられました。ステーションヘッドでの成功は、ただの一時的な現象ではなく、彼らの音楽がどれだけ多くの人々の心に響いているかを示す重要な指標です。 彼らの音楽が持つ多面的な魅力、遊び心に満ちた歌詞、大きな愛情が込められたサウンド、そしてユニークでパンチの効いた音楽性は、まさに最高と言えるでしょう。ステーションヘッドのリーダーボードで1位を獲得したということは、彼らの音楽が多くの人々に聞かれ、愛されている証拠です。リアルタイムで彼らのショーを楽しむことができなかったファンにとって、アーカイブされた録音は非常にありがたいものです。 何度も何度も聞き返し、その都度新たな発見や感動を味わえるのです。神宮寺君、翔君、ん、岸くんから楽曲制作の裏側を聞くことができたことも、ファンにとっては非常に貴重な体験でした。ファンと一緒に盛り上がり、楽しい時間を共有できたことは、彼ら自身にとっても大きな喜びだったに違いありません。次回のリアルタイムショーには、ぜひ参加したいというファンの声が多く寄せられていることからも、 彼らの音楽がどれだけ人々に影響を与えているかがわかります。ナンバーアンダーライン愛の音楽は、ただ聴くだけでなく、その背景や制作過程を知ることで、さらに深い意味を持つようになります。例えば、彼らの楽曲、のリングは、そのタイトルからして興味深く、内容も非常に奥深いものです。この楽曲がどのようにして生まれたのか、その裏にあるストーリーを知ることで、私たちリスナーは、 音楽をより一層楽しむことができるのです。ナンバーアンダーライン愛の音楽は、ただ楽しむだけでなく、その中に込められたメッセージや感情を感じ取ることができるものです。彼らの音楽には、常に新しい発見があります。それは、彼らが常に新しい挑戦をし、進化し続けているからです。彼らの音楽がこれほどまでに多くの人々に愛され、支持されているのも、 その悪なき探求心と情熱があってこそだと思います。ステーションヘッドのリーダーボードで1位を獲得したということは、その努力が実を結んだ瞬間でもあります。また、彼らの音楽は、ただ聴くだけでなく、様々なシーンで楽しむことができるという点でも魅力的です。ドライブ中やお昼休み、お風呂の中など、どんな場所でも彼らの音楽は、私たちの心を豊かにしてくれます。 長時間の運転中に聴くことで疲れを忘れさせてくれるようなテンションの上がる曲もあればリラックスしたい時にぴったりの曲もあります彼らの音楽はその時々の気分や状況に合わせて楽しむことができるのですさらに彼らの音楽は国境を越えて多くの人々に受け入れられていますステーションヘッドでの成功はその証拠の一つです彼らの音楽は日本国内だけでなく 世界中のリスナーに愛されているのです。これは彼らの音楽が持つ普遍的な魅力と言葉を超えたメッセージ性によるものだと思います。音楽は言葉の壁を超えて人々の心に響くものです。彼らの音楽が世界中で愛されているのもその力を持っているからこそです。また彼らの成功の裏には多くのスタッフや関係者の努力もあります。忙しいスケジュールの中で ファンのためにリスニングパーティーを開催してくれたことも、その一つです。彼らの努力と情熱があってこそ、ファンとの絆が深まり、より多くの人々に、彼らの音楽が届くのです。ステーションヘッドでの成功は、彼らだけでなく、支えてくれるすべての人々の努力の結晶でもあります。今回の成功を受けて、彼らの次なる挑戦が楽しみです。これからも彼らの音楽がどのように進化し、 私たちにどんな感動を与えてくれるのか期待が高まります。そして私たちファンはこれからも彼らの音楽を聴き続け応援し続けていくことでしょう。ステーションヘッドでの1位獲得はその始まりに過ぎません。彼らの音楽の旅はまだまだ続いていくのです。彼らの音楽の旅はまだまだこれからも続いていきます。これから先、 どのようなサウンドやメッセージを届けてくれるのか、ファンとして非常に楽しみです。ステーションヘッドでの成功は、彼らの音楽が多くの人々に受け入れられ、愛されていることを示す一つの大きな成果ですが、それはあくまで通過点に過ぎません。彼らの音楽は常に進化し続け、新たな挑戦を続けていくことでしょう。ファンとの交流を大切にする彼らの姿勢は、 音楽業界でも特に注目されるべきポイントです。ファンと直接コミュニケーションを取る機会を設けることで、より深い絆を築いています。リアルタイムでのリスニングパーティーや SNS でのやりとりを通じて、彼らはファンの声に耳を傾け、感謝の気持ちを伝えています。このような双方向のコミュニケーションが、彼らの人気の一因であることは間違いありません。私自身も彼らの音楽を聴きながら、 日々の生活に彩りを添えています。特にお気に入りの曲を聴くとき、まるで彼らと一緒に時間を過ごしているかのような感覚になります。音楽は私たちの日常に溶け込み、時には励まし、時には癒しを与えてくれます。ナンバーアンダーライン愛の音楽は、その瞬間瞬間に寄り添い、私たちの気持ちを豊かにしてくれるのです。また、 彼らの楽曲には様々なジャンルやスタイルが取り入れられており、聴くたびに新しい発見があります。例えば、最新のミニアルバム、ノー・リングでは、ポップスからロック、エレクトロニカまで幅広い音楽性が楽しめます。それぞれの曲に込められたメッセージやテーマを考えながら聴くことで、より一層深く彼らの音楽に浸ることができます。私たちファンは、 これからも彼らの音楽を通じて様々な感動を味わうことができるでしょう。次回のリスニングパーティーや新しいアルバムのリリースが待ち遠しいです。彼らの音楽がどのように進化し、どんな新しい一面を見せてくれるのか、その期待感はますます高まります。ステーションヘッドでの1位獲得を祝うとともに、これからも彼らの成功を祈り続けたいと思います。 彼らの音楽が多くの人々に届き愛され続けることを願っています。そして私たちもその一員として彼らの音楽を楽しみ応援し続けていきましょう。未来のことを考えるとき彼らの音楽が持つ可能性にワクワクします。新しい曲やパフォーマンス、そしてファンとの交流を通じて彼らがどのように成長し進化していくのか。 その全てが私たちファンにとって大きな楽しみです。これからも彼らの音楽を通じて共に感動を分かち合い、素晴らしい瞬間を共有していきたいと思います。最後にこの成功を祝うとともに、彼らの音楽がこれからも多くの人々に愛され続けることを願っています。そして次回のリスニングパーティーにもぜひ参加したいと思います。彼らの音楽が持つ力を感じ、 共有できる時間は何にも変えがたい貴重なものです。これからも彼らの音楽を楽しみながらその成長を見守っていきたいと思います。ナンバーアンダーライン愛の成功は音楽の持つ力を改めて実感させてくれるものでした。彼らの音楽が多くの人々に愛され世界中で聞かれていることは私たちファンにとっても大きな喜びです。これからも彼らの音楽が多くの人々の心に響き、 感動を与え続けることを願っています。そして、その旅の一端に私たちが参加できることを楽しみにしています。彼らの音楽がこれからも輝き続けるよう、応援し続けていきましょう。